まずは連続20勝を挙げてセ・リーグ MVP に輝いた斎藤投手、勝利の瞬間、ひまわりのような笑顔を何度も見せてくれました。そしてチームがスタートダッシュを図った陰には、打って走って守れる緒方選手の顔がありました。バッテリー以外はどこでもこなせるニューリードオフマン、甘いマスクで女の子の人気を集めました。前半戦のヒーローといえば駒田選手も忘れられません。チームでただ一人のフル出場、4月の月間 MVP の時には私もお祝いに駆けつけました。頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。どうも。4月8日自らサヨナラホームランを放ってナインを圧倒驚かせたのが木田投手。先発に抑えにフル回転、普段はとってもおとなしい22歳の青年もマウンドではこの通り。派手さはないけれど堅実な守備と正確な送りバントで影の MVP とも言われた河合選手、つなぎ役に徹しながらもいつもファンを魅了してくれました。快進撃を続けた中には故障から復活を遂げた男たちの活躍も光りました。